パチンコとスロットのいいところ。パチンコの日本一緒に世界一進化した私からはパチンコの楽しくなくこちらのパティック方法初心者中級者向けでお伝えするチャンネルです。はい、ということでね、今日はパチンコとスロットのいいところをお話ししていきたいと思います。はい、今日の動画なんですけど、今日の動画は一般論ではなく、あくまでも僕の主観で、パチンコとスロットそれぞれいいところ、こういうところがあるよっていう話です。はい、なので今日の動画見て、あ、そうか、じゃあ僕はスロットやろうかなとか、はい、私はパチンコの方が向いてるなとか思うのではなくてね、まあ一意見の一つとして取り入れていただけたらなと思い取りたいと思います。はい、よろしくお願いします。はい、まずはね、僕の経験値を話ししていきたいなと思います。はい、まず僕パチンコですね、パチンコを今講座でお伝えしてますけど、まあ約12年間ですね、まあ途中3年ぐらいパチンコ一切やってない時期もあったので12年間なんですけど、約12年間で、月収支でのマイナスは2回だけですね。はい、2回、まあ旅打ちしてるね、初めての地域に行って、結構ね、その時ちょっとはサイプレイもできない、もう最初元気年からスタートに決まったので、それも含めてまあ2回になっちゃったという感じですね。はい、でスロットはどうなのかというと、まあパチンコのチャンネルはあんまりスロットの話してないんですけど、はい、始めたのが実はもう半年前ぐらいです。はい、半年ぐらい前に打ち始めて、収支はトータルでマイナスです。はい、トータルマイナスですね。はい、で僕は目押しもあんまりできてません。はい、もうね、普通の人は1週間ぐらいで覚えるとか、1週間もあるから、まあ、一緒にチャレンジやった西村さんとかね、もう10分でできるようになってやると言ってたんですけど、僕はまあ未だにできませんね。はい、まあ理由のね、はいはいはいってタイミングが分かるんですよね。分かるようになってきたんですね。4.8秒でしたっけ。はい、ただあのね、ゴーゴージャグラーとかなんかね、なんだろうね、明るすぎたのか分かるんですけど、もう全然見えなかったですね。ボーナス全然揃わない。はい、あとセンちゃんっていう台のね、設定6を打ってたんですよ。設定6って言って、白7がどうしても見えなくても、何20回ぐらい回しても見えない。でも外行って空気吸って落ち着け落ち着けってやって、戻ってやってもできない。でもしょうがなく隣の人に、本当に設定、隣の人も設定6ですから、貴重な時間本当もらうの申し訳ないんですけどってお願いして、お茶1本渡して、揃えてもらったと、もう泣くような思いをしてねっていう感じでやってます。はい、それが僕の経験値ですね。はい、そんな僕が12年間パチンコと約半年間スロットを経験しました。はい、で僕なりに、それぞれね、いいなと思ったところをお話ししていきたいと思うので、聞いていただければと思います。はい、では早速いきます。まずはパチンコからめくっていきましょうかね。はい、パチンコのいいところ、じゃんと、はい、僕なりにね、一つ解説をしていきたいと思います。はい、まず朝並ばなくていい。はい、やっぱりね、スロットのね、設定狙いで打ってる人はもう朝も並ばなきゃいけないですよね。はい、もうほぼそうですよね。はい、だからもう狙って、もうほんとね、恐ろしい決闘かのようにね、大取りが熾烈ですよ。はい、だからね、もうね、朝早く並ばなくてもね。はい、まあ、最近ね、パチンコね、U タイムが出てきて、U タイムの、まあ何、酔い越し狙いみたいな立ち回りも あったので、まあそれを狙っていく人は並ばなくてはいけないですけど、まあそれ、ね、狙わないね、打ち方をする人は、まあ、ボーダー理論だけで、ボーダーだけで、ボーダー狙いだけで行くっていう人は別に朝並ばなくてもいいので、まあ、僕は旅中、あのね、U タイム出るまでは、ほぼ並んでなかったですね。はい、むしろまあね、なんですかね、その地元の人が打ってる台とか、プロが選挙さんが打ってる台とか取りたくなかったので、あえてまあ5分遅刻していったりとか、はい、そういう風にしてましたね。はい、よろしいでしょうか。はい、次、ライバルが少ない。うん、やっぱりね、スロット打ってる人の方が多いですよね。はい、特に若者中心にね。はい、やっぱりね、まあ、なんですか、需要と供給っていうんですかね。はい、やっぱりね、ライバル少ない方がいいですよ。ああ、はい、
もうなんかスロットばっかりでずっとかなりレッドオーシャン的な感じになってますけど、はい、パチンコやってる人少ないですよ。うん、ね、だからまあね、はい、相方が少ないっていうのも僕としてはありがたいですね。はい、続きまして、基本的に首見れば、期待趣旨が分かると、はい、いうことですね。はい、まあスロットはね、設定を見極めてね、まああの何ハイデナ的なね、あのゾーンになるとか、まあ、天井になるとかそういうのを除いてね、設定見極めて、あ、設定4だから期待時給は2300円ぐらいあるなとか、6だからまあ6000円ぐらいあるなとか分かるんですけど、パチンコはまあ基本的に釘みたいね、はい、大体期待趣旨はどれくらいかなって予想して、あとはもう答え合わせみたいなもんですよね。はい、ユータイムにもそうですよね。ユータイムも残り何回で、大体これくらいの回転数だなって釘見れば分かるので、はい、それで期待趣旨が分かると、はい、まあパチンコも一応設定付きありますけどね、まあ、今 ほとんどなくなってきてるんで、はい、ということです。はい、続きまして、打ちながら携帯操作がしやすい。これ僕の中でめちゃくちゃ重要です。はい、まあ僕スロット打ってて、もうね、もうツイッターの投稿とかもうできないっすわ。 LINE の返信とか、はい、もう、まあ、慣れてないっていうのも多いんですけど、スロット何右手回して左手でやって、でもで、もうまあなんですかね、時間を無駄にしたくないっていう気持ちは僕の中でめちゃくちゃ強いのね。パチンコとか打ってる癖なのか、はい、一部たりと無駄にしたくないんですよね。だからね、もうね、両方でやんなきゃいけないから、もう余裕ない。はい。本当は、設定の、カンパの仕方とかなんか、いろいろ調べたりとかするのもね、ほんと苦で苦で仕方ないですね。はい。マチンコも、はい。まあ、もう、ずっとできますよ。ずっとできるし、もう、動画も見放題。まあ、スロットも動画もあんま見えちゃ見えるんですけど、まあ、ちょっと慣れてないと、やっぱりね、集中しないといけないので、はい。パチンコはもう、本当動画も、旅中に僕何本の映画見たか、映画とアニメと何本も見たことかっていうのは、携帯操作しやすい。はい。これ超大事ですよね。はい。はい、続きまして、ね、技術管理でパンチとの差がつきやすい。はい。まあね、スロットは目押しができるも前提で作られてますから、まあ僕できない人なんですけど、はい。でもパチンコの技術力を身につければもう一般人との差がねかなりつきます。それで収支が多く変わってきます。はい、あ、パチンコ打ってね、その技術介入ある台でやっててマイナスになって打っちゃうってことはほぼないですね。はい、スロットだったらもしかしたら設定1掴んでる、設定2を掴んでるかもしれないって言ったらもうマイナス分かりながら打つ、もう地獄みたいなもんですよね。はい、パチンコでもほぼほらもしかしたらマイナスかなって、あのトントンぐらいかななんて思うこと ほぼないですからね。ほぼまあプラスを確認しにしてずっと打ってますから。はい、はい、続きまして、リーチ中にトイレ行ったり、まあ、余裕で打ってると。はい、スロットはもうね、着席してずっとまあ回し続けなきゃいけないんですよね、基本的に。あ、このリーチ発展したからもう、あ、2分ぐらい時間かかるからトイレ今のうち行っちゃうとかできないですよね。はい、特に設定6掴んだらもう飯も、設定6はすごい美味しいですからね。まあ6000とか7000とかね、番長2とか8000とかあるんですかね。はい、回し続けなきゃいけないですけど、このパチンコはまあ有料台を手にしたってなったらもう無双とかもうタイマー3とかだったらもう余裕でトイレ行きますからね。もう、なんなら台もできるぐらい。はい、ですね。はい、ここでも屈伸運動したでしょ、運動したりね、はい、できますから、はい、余裕を持ってますよ。はい、よろしいでしょうか。はい、最後ね、最後パチンコのいいところ、時代はパチンコと。はい、もう僕はそう思います。はい、スロットの凱旋が撤去になりましたね。はい、それでなんかもう今パチンコは U タイムが出てきて、かなりね、まあ、パチンコ打つ人が、まあ、専業の人含めてね、多くなってきてると。はい。で、これからね、もうすぐ規制がまた変わりまして、パチンコの爆裂代がさらにね、出せるようになってきたんですよね。はい。なんか、小当たりらしきで、1回で獲得できる出玉の上限みたいなのがね、さらに増えたんですよ。なんで増えるかと思ってたって、大体減ってくるんですけど、はい。
1回で獲得できる玉が増えました。うん、だからこれからもおそらくね、まあ、リゼロもパチンコとかも出るんですけど、はい、パチンコの時代になってくるというふうに思いますね、これからは。はい、まあ、まあ時代っていうのは変わるんでね、まあ、大体パチンコソフト、パチンコソフトみたいなの繰り返してくるんですけど、まあ今で言うともパチンコ、これからはパチンコだというふうになってくると思います。はい、ありがとうございます。続きましてね、スロットのいいところをご紹介していきたいと思います。はい、じゃあ早速めくっていきたいと思います。スロットのいいところです。あ、すいません、あ、すいません、スロット勝てない、スロット勝てないよ、スロット好きになりたい、スロット全然勝てない、スロット勝てません、スロット好きになりたい、教えてくれということで次の動画でお会いしましょう。